どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。えー、本日はですね、ちょっと残念なお知らせなんですけども、こちらのクレジットカード。ANA ワイドゴールドカード。クレジットカードですね。まあ、こちら、まあ、結構知ってる方多いかと思うんですけども、こちらのクレジットカードなんですけども、最大の還元率が1.648%ということで、まあ、今現在ね、ゴールドカードぐらいの えー、ステータスのクレジットカードとしては、まあ、最大の還元率を誇っているクレジットカードとなっておりまして、まあ、結構ね、あの人気があって、まあ、知ってる方も多いと思うんですけども、まあ、このね、今、1.648%でいった還元額が、まあ、とうとうね、下がります。<laughs> いやー、ちょっとね、本当にゴールドカードなのに、本当にこれはね、残念です。で、あの、どうなるかっていうと、まあ、今、現時点でこのクレジットカードは、 年間ね、えー、利用額に応じて、ステージが変わるんですよね。まあいくらだったら v、いくらだったら V1、いくらだったら V2、いくらだったら V3 みたいな感じで、まあ v、V1,2,3 って言うのかもしれないですけども <laughs>、まあ、それはどっちでもいいんですけどね。まあ、そんな感じで、まあ、ステータスが利用額によって変わるんですよね。ステータスが変わることによって、ボーナスポイントがね、あのー、もらえてた、もらえてるんですよね、今現時点は。ですけども、それが廃止になります。 もうなくなります <laughs>。で、あの、じゃあこれな、なんか他のものに切り替えるのかなと私思ってたらですね、配信になるだけみたいなんですよね <laughs>。すげえ<ー>残念 <laughs>。そうなんですよで。ですんで、あの、本当に純粋に還元額が下がるっていうことになるんですよね。下がる、えー、今1.648%で、えー、1.35%まで落ちます。で、 下がるタイミングなんですけども今、2019年の10月ですよね。2021年の2月から、えー、この、えー、ボーナスポイントというものはもらえなくなります。まあ、今現時点では、ね、あの維持されるんですけども、まあ、それ以降はね。 1.35%に、えー、還元額が落ちてしまいますので、まあ、ちょっとね、そちらをちょっと皆さんに紹介していきたいのと、じゃあこのクレジットカードが1.35%に、えー、下がるということで、まあ、これをね、メインカードにしてる人も結構多いと思うんですよね。まあ支払額によって先ほど言った通り、まあ、ステージが変わっていくっていうこともあって、まあ、これこクレジットカードをまあ使えば使うほどっていうとね、なんかむあ,れあれですけども、 ま、300万円以上決済していれば、その一番上のステージでね、いられて、さらに、ボーナスポイントももらえるみたいな感じで。ですけど、1.35%に落ちちゃうわけなんで、ってなるとちょっと、他になんかいいクレジットカードないのかなって、やっぱり思いますよね。で、私も思うんですよね。で、なぜかというと、これ、 年会費1万円以上するクレジットカードなんですよね。まあ私の場合はまあスーパーフライアーズ入ってますんで、まあ絶対1万円以上いっちゃうんですけども、なのに1.35%って結構残念じゃないですか。で、じゃあ他のクレジットカードでなんかいいクレジットカードないかなと思いまして、まあ今回ね、じゃあ他に同じ還元額のクレジットカード、こちらです。まあこちらね、最近紹介させていただいた、えー、 ANA マイルか、えー、ポイントサイトからね、ANA マイルに交換する場合に、えーまあ、絶対必要という、ANA、えーえー、東急クラブ級カードですね。ANA カード。こちら。こちらもですね、あの、1.35%なんですよね。<laughs> だから、あの、こちら、あの、年会費がですね、あの、先日ね、紹介させていただいた、こちら三井住友カードなんで、まあ、あの、マイペースリボ。 の、えー、手数料のある、えー、支払い等々するっていうあのやり方をすると750円なんですよ年会費 <laughs> 750円で還元率は一緒うんっていうところですよねちょっと考えちゃいますよねあのであのこのカードの注意点はですねあの年間のそのたまったポイントを、えーま、1.35%に今紹介させていただきましたけども ANA マイルに交換するのに手数料がかかるんですよね。ですんで、まあ2年に1回ぐらいね、執行しないタイミングで、まあ交換される方がいいですね。あの、普通に毎年やっちゃうと年間でね、あの、手数料がかかってしまいますんで、まあそういう意味では、あの、手数料がかかるよっていうことだけはね、覚えておいていただきたらなと思います。ですけども、あの、この2つのクレジットカードね、一緒ですからね。<laughs> 年会費はね、だいぶ違うのに。 っていうことなんで、まあ、ちょっとね、皆さん考えてもらって、まあ、ANA ね、スーパーフライエンスカードを持っている方も、まああのー、まあ、そのままいいやっていう方ももちろんいると思いますして、まあ、こっちはゴールドの県面で結構かっこいいんでね、っていうのもあるんで、まあ、このままでいいやっていう方もいれば、まあ、ちょっとね、こんだけ年会費が高くて、まあ、還元率が高いのであれば、 まあ,あ、ANA ワイドゴールドカードって普通カードもスーパーフライヤツでもありますんで、まあ、それだとね、まあ、ちょっと ANA マイルへのポイントの移行手数料かかるようにはなってはしまうんですけども、まあ、コースによると思うんですけどね。なんですけども、まあ、年会費が安くなりますんで、まあ、そっちでもいいかなって今、私も考え始めたところです。多分、下げます。<laughs> だって、なんか、なんかね、残念ですよね。あの、 まあ、スーパーフライヤーズ持ってるんで、解約するってことは絶対ないんですけども、まあできればね、還元額じゃなくて年会費はね、できるだけ抑えたいところですよね。じゃあ他になんかおすすめのクレジットカードありますかってなった時に、まあやはり私がいっぱいね、今メインカードで切ってるのはやっぱこっちなんですよね。s p g a ックス まあ私の場合は、まあニューヨークにね、行くことが多いっていうので、まあホテル代をね、あの、抑えたい、あの、安く抑えたいっていうこともあって、まあこっちがね、メインカードになってる部分が多いんですよね。まあというのも、まあニューヨークのホテルっていうのは、関係ない話して申し訳ないんですけども、あの、本当に安ホテル泊まると、虫とかね、あの、そう、あの、そういうのがね、出るっていうのも聞いたことがあって、あの、ね、 撮影に、私はあのニューヨークに行くのも撮影も兼ねて行ってるんで、撮影にもね、希少、支障を来すとね、あんまり意味がないんで、ってなると、まあニューヨークのホテルはある程度のところを泊まりたいってなって、まあ SPGAMEX で、まあメインカードになってるわけなんですけども、まあこちらはね、あの ANA マイルに換算しても、まあ無条件で1.25%となっておりますんで、 まあ、こちらの場合はね、あの、紹介した通り、マイペースリボっていうものに登録して、まあ、今はね、登録するだけと、あと、ね、えー、年に1回利用、あと、ウェブ明細か。ウェブ明細登録すると、まあ、年会費割引は受けられるんですけども、2021年の2月以降は、まあ、こちら、リボ払いも手数料あるように、あの、わざわざね、あの、臨時増額とかね、して、 わわざわざ手数料発生させて年会費の優遇を受けるっていうことになるんですよね。で、前回の動画でも言ったんですけども、これからね、住宅ローンとかね、組む方、組む予定のある方は、絶対その、リボ払い、やんないでくださいね。あのー、住宅ローン落ちる可能性ありますんでね、このリボ払いって。あのー、私も住宅ローン組むときにね、すごい細かく聞かれて、あのー、キャッシングの、 付帯してるクレジットカード持ってますかとかも一回聞かれましたんで、まあ、そういう意味ではねあの住宅ローンを組む方は絶対そのリボ払いにはね手を出さないようにしてくださいですんで、えー、何もしなくてもね還元率がね 高い spg こちらも1.25%ですのでまあ、ちょっとね1 0.1%は落ちるんですけどもまあ、そういう意味ではねおすすめかなと思いますでこちらまあ年会費はちょっと高いですけども3万1000円なんですけどもまああのまあだいたいねホテルによく泊まる方であれば、まあ、間違いなくねお得ではあるのでまあおすすめかなっていうところですねで一応ね還元額っていうのは本当に 年会費がすごい高いクレジットカードってあるじゃないですか。プラチナっていう、もう本当に、あの、還元額っていうよりかは、ステータスみたいな。っていうクレジットカードは ANA にもありますよね。で、ANA Visa Platinum っていうクレジットカードはですね、まあ、プラチナカードですよね。そちらだと、まあ、何もしなくても1.5%なんですよね、還元額。まあ、その代わり、年会費は、えー、8万円。<laughs> だから、 本当に突き詰めて還元額をよく言う、いいのがいいなってなると、まあ、このプラチナ確にはなるんですけども、でも年会費8万円ですからね。うーん、どうやって元取ろうかっていう感じになりますんで、そこら辺をね、ちょっと、今回はね、あの、話してませんけども、まあ一応ね、入れると <laughs>、一応い,いつもね、入れないんですけども、まあそこら辺を入れると、まあ、プラチナカードがね、年会費8万円のクレジットカードが、まあ実際には、 まあ、あの、還元額っていうだけを見たらね、一番高くかな、高くなるかなっていうところですかね。えー、いかがだったでしょうか今回はね、えー、ANA ワイドゴールドカードのですね、えー、還元額の変更について話させていただきましたけども、えー、最後にもう一回だけね、言いますけども、こちらは、えー、再来ね、2021年の2月からの話ですんで、今現在はね、1.648%は、あ、その、 条件を達成してればね、還元は受けれますんで、えー、SFC 修行とかね、検討されていて、このクレジットカードをね、発行されようっていう予定のある方とかね、検討される方はね、えー、ぜひね、最新情報、えー、よく確認してくださいね、ブログでも YouTube でもいいので。あの、やはり1.648%で書かれているブログはほとんどだと思いますし、これも始まるのが2021年の2月からなんで、ね、あまだ、ね、時間があるんで、 まあそれもどっちを取るかっていう話にもなるんですけどもまあ最新情報をねよく確認してからね発行されることをお勧めしますちょっと年会費が高いんでねちょっと損するともったいないんでねこういうこともね頭入れといていただけたらなと思いますそれではね今回の動画はこんな感じで終わりたいと思いますこの動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします私ブログツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただければ <laughs> とても嬉しいですで私のツイッターで,ですね結構 一般の普通のことまで強いやいてますので、よかったらぜひチェック、え、チェックとフォローしていただければなと思います。で、私のチャンネルではですね、え、こういった ANA マイル AN、ANA に関することですね、あと、え、マリオットボンボイの宿泊レビュー、飛行機の登場レビュー、あとクレジットカード、え、お得情報、あと私の大好きなね、街のニューヨークの紹介とかもね、やっておりますんで、え、ぜひね、チャンネル登録、高評価、お願いいたします。 えー、それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ